バーベキューやると岡くん思い出すけど、やつは元気にしてんのかな。なんかさ、この間のメイビーズ戦でさ、うん、岡くんが来てますとか言ってさ、うん、写真が出てて、あー、ツイッターで見ました。ツイッター見たら溝口さんになったし全然違う。確かに目元似てるな、髪型も。髪型が似てんだよ。そうだけだもん。全然違うじゃん。似ても似つかない二人やね。でもなんか元気にしてるみたいなことはちょろっと、ね、聞いたけど ね、うん、ね。友達から聞いたけど。ね。だから安心ですけどね、その子は。彼の後は結構あれだもんね。俺が東京出る前ぐらい、5年、6年前ぐらいの時はしっぽりとなんかバー行くためになる。生ハム食べながら、はい、宇宙の話して、はいはいはい、いきなり始まるんです宇宙の話が。いつもだってさ、行く、それをタクマ誘ってさ、完全に宇宙になって、家から出れんとなずっと話してましたもんね、もうなんか宇宙のことを考えすぎてね。そう、多分普段そういう話好きっすよね。好きっす。なんか一回話したらマジで止まらないですよ、宇宙の歴史的な。なんかだから話さないようにしてるんですよ。結構タクマもそういう話好きだったから、話があって、うん、で、結構飲みながら、バーボン飲みながら、なんか葉巻捨てなかったっけ、あんだけ俺ら。なんかでも一回葉巻に葉巻なんかやってた、懐かしい。葉巻とかはマジのアダルティーじゃん。葉巻ってなんか肺に入れないから、それをなんかバーボンで流して、バーボンで流すっていうのをなんかやってたよ。ハマってたよね、俺ら。随分大人のことやってる。そう。